フィリピナー妻の知られざるネガティブ面。フィリピナーを妻にしたいと思ったことはあるだろうか。フィリピンに移住した俺の場合も当然そうした瞬間は何度もあった。結婚はいらない、そう周りに語っている俺でさえ。フィリピナーが妻であることのマイナス面。まずはフィリピナーを妻にするとなると、当然一緒に生活をしていくことになり、経済活動が増えていくるが、彼女たちはお金の管理が苦手。そもそも計算が苦手なのがフィリピン人の特徴といえる。したがってあなたの経済観念が家計の重要な支えとなる。苦手といえば時間の管理も得意ではない。時間にルーズなのはフィリピンタイムという言葉でよく表される。何しろフィリピナーが奥さんならあなたが浮気することを決してできない。するなら妻に刺される覚悟で。相手のフィリピナーの環境によっては、結婚後に妻の家族の面倒を見なければいけないこと。7割が貧困層のフィリピン。現地のお金持ちはお金持ちのフィリピン人と結婚するのが通常なので、あなたがフィリピナーを妻にする場合は貧困層であるケースがほとんど。しっかり結婚生活でルールを決めておかないと、数えきれない家族や親戚からお金ばかり求められることに。ちなみに相手の家族に占領され居場所がなくなったのはマテラで出会ったアコさんだった。それでもあるフィリピナーズマの魅力。とにかく心が温かいこと。今世界で一番心が温かいとことあるごとに語っていたのは元カノのクリスだったが、わかる一面もある。あなたが一途に彼女を愛し続ければ決して裏切られることはない。ノリがよく盛り上がり上手なのはいいし、どんな人ともすぐに友達になれるのは魅力。外国語を覚えるのは本当に早いが、他の外国人と比べてもこれは特徴的なところ。英語が話せない日本人でもフィリピナーを妻にしているのは納得ができる。彼女たちが日本語をすぐに覚えてしまうからだ。それでもやはり深いコミュニケーションにはフィリピン語、せめて英語の方が伝わりやすいので、あなたも歩み寄る努力ができればいい。細かいことを気にせずに、いつまでも何もとないのはフィリピナーズマのいいところ。明るい笑顔を見せてくれるだけで頑張ると話していたのは川口の純さんだ。イルミタ、マニラ出身のフィリピナーと旅行するキューバの生き方を聞いてきたのは、彼女を妻とすることを考えていたモテ仲間の友明さん。ダバオへの生き方とマニラ女性の性格に詳しい彼も俺と同じ椎茸嫌い。